それでは京都大学の藤井聡でございます。本日は可用な機会を頂戴いたしまして誠にありがとうございます。本日頂戴いたしましたタイトルが内需主導の経済成長と外需輸出も含めた経済成長についてということで20分ほどお話しさせていただきたいと思います。まず最初にですね、このスライドをご覧いただきたいと思います。こちらにはパターン A、パターン B と書かせていただいてございますが、これは成長論の2つのパターンでございます。パターン A をご覧いただきますと、読ませていただきます。日本は貿易立国で少子高齢化で内需の拡大はもう望めないと。だからもう外に売って出るしか経済成長はできないと。で、また公共事業の効果はすでに小さく、また借金で日本政府はもう破綻寸前であると。だからデフレ脱却のためにも構造改革と自由貿易推進による成長戦略が必要であると。まあ、これがパターン A でございます。タイトルとしては、改革貿易成長論と、まあ、そんな風に言えるかと思います。で、これとはまた、趣の違ったパターン B の成長論がございます。読ませていただきます。デフレの原因は、需要不足であり、これを埋めるためにも、日銀による金融緩和と政府による財政出動のワンセットの取り組みが不可欠であると。一方、日本の国債は大半が国内で消化され、かつ全て円建てなので、国債の発行に大きな支障はない。それほど大きな支障はないと。だから国債による資金調達で大規模な財政出動を行うと同時に大規模な金融政策を実施し、デフレ脱却、そして財政健全化を果たすべきであるというパターンでございます。これは要するに財出と金融緩和をやって、でそれを通じて成長しましょうというパターンでございます。で、経済理論をよくご存知の方は、このパターン A の議論とパターン B の議論があるということはご存知だと思いますが、このパターン A とパターン B、どちらのパターンを皆さん支持されるかということを考えますと、多くの国民を含めまして、おそらくはパターン A を、まあ、支持するのは、という状況にあるのじゃないかなと思います。なぜかというとですね、これは過去1年間の新聞の社説の中で経済を取り扱った851本、大手5紙でありますけども、1本分析したところですね、このパターン A とパターン B にが占める割合も9割を超えていると。で、それ以外のパターンというのはほとんど見られないんですね。それ以外のパターンというのは要するに、エネルギー問題をどうしなあかんとかですね、雇用を確保せなあかんとか、まあなんか一般的な話であって、大体、こうしなあかん、ああしなあかんとかっていうパターン A、パターン B が大半を占めて、それが9割なんですが、ご覧のように 88.3% がパターン A でございます。要するに構造改革をやって自由貿易を推進したら日本の経済ようなりまんにゃと、まあ、いう話がですね、この 88% を占めていて、なんとパターン B の経済理論では当然ながらある理論なんですけれども、このパターン B の理論はたった 1.7%、 1年間かけて15本しかないという、ほとんどギャグのような差がございまして、でこういうような世論環境、マスコミ環境でございますから、多くの心ある国民も含めてですね、パターン A を支持することは致し方ないというふうに思います。しかしながら、これは当然でございますけれども、多くの人々がどちらを支持するかということと、それと真実はどちらにあるかということは別であります。世論、あるいは学会の定説も含めて、そういう世論と真実は一致しているとは限らないというか、およそ京都大学では、真実は少数派に宿るという教えを、いろんな先生方から伺ってございますので、あんまり 88% もの人が同じようなことを全体主義的に言っていると、ちょっとなんかおかしいんちゃうかというふうに思うというのが、これ我々、学者と言いましょうか、真実を追求する人間の、態度でございます。ということで、パターン A、パターン B というのを考えますと、パターン A がとにかくよく支持されているわけでありますけども、どちらが正しいかということを少し考えたいというお話を今からいたしたいと思います。で、どちらが正しいかということを考えるときにあたって、事実とパターン A、パターン B、どちらが整合しているのかということを考えることが全ての出発点であります。で、それを考えたところ、残念ながらパターン A には、基本的な、極めて深刻な過ち、誤認、誤謬というものが、誤った認識のものが存在しているということを私どもの、いろいろなデータ分析から明らかになっておりますので、それをまずご紹介したいと思います。まず、構造改革自由貿易推進で経済成長論に見る誤った認識のその1でありますが、よく言われますのが少子高齢化で内需の拡大は望めないということはもう尊上そこらと言いましょうか、そこら中で居酒屋であろうが喫茶店であろうがどこ行ってもこんな話はもう、電車乗ってるといつもこんな話ばっかりよく聞くんですけど、これもめちゃめちゃ間違いであります。
どういうふうに間違いかというと、まずですね、ドイツとかロシアというのは少子高齢化してるんですが、残念ながら経済成長してはるんですね。ですから、少子高齢化やったら経済成長できないというのは、そもそも事実と反しています。で、しかも、理屈で考えましても、仮に人口が 1% とか 2% とか、過激に減っていったとしてもですね、一人当たりの GDP が 3、4% 伸びれば、それでもチャラで経済成長できると。で、一人当たりの GDP が伸びるということは、普段いつも餃子食べてはる人がもうちょっとええもん食べるようになったらですね、それだけで一人当たりの GDP って伸びるわけであります。で、どんどん安いもんばっかり食べるようになっている境に、一人当たりの GDP が下がっていくということもあって、それでデフレになっているというような話ですから、少子高齢化をすればデフレになるという圧力は存在するということを僕は否定はしないですが、だからといって経済成長を望めたいというのは真っ赤な嘘であるということをまず第一点、指摘しておきたいと思います。で、第二でありますけれども、日本が経済成長するには外に打って出るしかない。もう去年1年間の新聞散々分析して散々何度も読み返しましたですけども、こればっかり言われておりますけれども、これも完全な事実、誤認であるということをまずご紹介したいと思います。で、そもそもでありますけど、日本の貿易依存度、輸出依存度は諸外国の中でも取り立てて低く、典型的な内需主導経済であります。これは後ほどデータと示しますが、9割近くが内需であります。で、しかも、とは言いながら1割の輸出の部分が、1割強の輸出の部分があるんですが、それが伸びることを通じて経済が成長することだって、当然ながらあり得るんですが、それは2008年までのリーマンショックまでならば、それは容易であったかもしれませんけれども、現在リーマンショックで、で、しかもヨーロッパもえらいことになってますし、中国のバブルがいつ崩壊するか分からないような状況になってますから、その我々の作ったものをですね、買ってくれはる大金持ちが外国に4さんいるとは到底考えられないという状況に2008年以降なっているということであります。で、しかも今強烈な円高でございますから、もうこの状況で外に打って稼ぐということは不可能とは言いませんけど、極めて厳しいということは日を見るよりも明らかであります。ね、この1点目の内需主導型の経済という部分でありますけれども、これは統計を見ますと、内需と外需の棒グラフを見ると一目瞭然でございます。もう7倍の開きがあります。逆に言いますと、外需が不要とは言いませんけど、仮に外需がゼロになったとしても、内需が1割程度、1割強伸びればその部分はもう保証できるわけであります。で、逆に言いますと、外需が倍になったところで GDP 全体は 1点数割ぐらいしか伸びないと。10% とか 11% しか 20% も伸びないわけだ。ところが、内需が2倍になったら GDP はほとんど2倍になるということであって、効率的に経済成長を果たすということを考えるならば、どう考えても内需主導でやるということが効率的であるということを申し上げたいと思います。で、国際比較でありますけれども、これは TPP 参加国10カ国の比較でありますけれども、ご覧のように輸出依存度というのはもう世界最低水準でありますから、このような内需主導の国の国家の経済の成長を考えなかって、外需ばかりを言うというのは完全な誤謬誤りであるということをまず皆様にご理解いただきたいというふうに思います。で、三つ目。これもまたよく言われます。日本政府の破綻はそこまで来ていると。で、これは破綻することはないとは私は申し上げませんけれども、危ないと。それはもう外歩いてたら、それはなんかこう飛行機が降ってくるかもしれませんし、なんかもう大きな隕石が投げて死ぬかもしれませんが、その安全なことなんかないので、何が起こるかわからないんですけれども、そこまで心配するものかどうかという点は冷静に考える必要があると。残念ながらこれも誤った深刻な誤謬であって、まず第一点でありますけれども、日本国債は全て円建てであるという点から考えますと、ギリシャとか、さらには、まあ、ギリシャと全然違うわけですね。で、ギリシャと日本とどう違うかというと、ギリシャが借金したのはあれユーロでありますから、ギリシャ政府は残念ながらユーロをする権限を持たないんですが、日本政府は、まあ、日本政府と言いましょうが、日本国家はそれを持っているという点であります。で、その点において、ギリシャと似ているのは実は夕張なんですね。夕張は経済が破綻するときに、中央銀行を持たないので、それを耳を揃えて返すときに、金融政策を打つことができないのであります。ところが、日本政府は金融政策を打つことが不可能では絶対にないという点で、全くギリシャと違うということを多くの国民は感化、見過ごしております。第二点でありますけれども、よく言われるのが、この一点目のことをご存知の方でもよく言われるのが、投げ売りがあったとき日本経済は大混乱に陥ると、こういうわけでありますけれども、当然ながら東電がですね、事故があったときにこの、株が投げ売りになって、それで暴落したということはあるんですけれども、東電には残念ながらアコードをするような中央政府はついて、中央銀行はついていないんですが、日本政府の場合は中央銀行というものが存在しているという点が全然違います。したがって、一つのオペレーションとして投げ売りがあったとしても、その投げ売りされたものを日銀が買い支えるということは決して不可能ではありません。これをするかどうかは別でありますけれども、不可能ではないと。で、しかもそれはするようにすることは、これはもう国家として常識であります。その FRB だってどこだってそれは当然ながらやるのであります。で、
で、しかもですよ。で、その時に、深刻な投げ売りで、それ日銀が全部買ったら、ハイパーインフレになるということを、ようさん言わはるんですけども、何言うてはんやろうと僕は思います。そもそも、1000兆円しかないわけであります。で、1000兆円の全てが売りに出されるということはありません。私の友人と言います。私の知り合いの証券会社の方が、実はアンケートを取って、最大何割投げ売りされると思いますかって聞いた時に、まあ、一人だけ 100% っていうなんか、弱かな人いましたけれども、99% の方は、2割か3割というのが、関の山だとおっしゃってます。で、2割か3割ということは200兆か300兆であります。200兆か300兆の金融緩和というのは実は FRB がやってる金融緩和とほとんど一緒なんですね。で、あれはアメリカというのは意図的に X デーを呼び込んだようなものであって、実はそれでデフレ脱却の一つの重要な契機になるということすら考えられるわけであります。いずれにしても、今深刻なデフレでありますから、仮に投げ売りがあってそれを日銀が全て買い支えたとしても、深刻なインフレになるとはどう考えても考えられないというのはこれ市場の判断であります。で、しかも、9割以上が日本国内の投資家があって、しかもその9割以上の投資家の中の、半分とまで言いませんけど、多くの割合がですね、政府系金融機関でありますから、そもそもが投げ売りのリスクはさして高くないわけです。投げ売りのリスクがゼロだと言ってるわけではないですけれども、高くないということであります。で、だから市場の判断は、国債の金利というのは非常に低い水準をずっと漂っているということであります。したがって日本政府の破綻がそこまで来ているというのは、全くデータを知らないか、経済理論を知らないか、あるいは知ってて嘘をついているか、その3つのうちのどれかであります。さて、4つ目の5人でありますけれども、公共事業は無駄であって、景気対策としての効果は薄いと。これもまた20年ぐらい散々言われてるんですが、めちゃめちゃこれも間違えてます。第一に、皆さん冷静になって考えてください。首都直下型地震が来るかもしれないと言われていて、しかも東海なんか東南海地震が来るかもしれないと言われていて、しかもインフラの老朽化が激しいと言われているとき、どう考えても首都の防衛とか国土の防衛のために、その無駄な公共事業がないとは僕は言いませんけれども、必要な公共事業は山のようにあるわけであります。必要な公共事業、無駄な公共事業をやるんじゃなくて、必要な公共事業を選んでやればいいというだけの話なんです。これが第一点。で、第二点、定数効果低い低いという人が多いんですけども、インフレの時は低くなる可能性はあります。なぜならば、政府がこういろいろやると、それで民業圧迫というのが起こるというのがあってですね、これクラウディングアウトって言うんですけども、それが起こって、公共事業の経済刺激効果って低くなるかもしれないんですが、今デフレーションなので、クラウディングアウト、すなわち民業圧迫が起こらないので、政府がいくら仕事をやっても、それで民間の仕事が減るという効果は、ほとんど、ほとんどというか、非常に低いわけなんです。で、クラウディングアウトというものに関しては、経済理論、経済学科などもよく議論されるんですけども、それはもう、海外においてはないということがもう、ほぼ定説になっております。しかもですね、2008年を迎えたアメリカの、スティグリッツとか、クルーグマンとかでアメリカの経済学者は、それまではマネタリストで、とにかく金融緩和だけやったら、デフレ脱却できると言っていた人ですら、2008年以降は、いや、すんまへん、間違えてましたと。やっぱりガンガン、公共投資、財出をやらへんかったらデフレ脱却できまへんねんということを、まあ、関西弁ちゃうと思いますけど、スティグリッツですが、スティグリッツとか、クルーグマンとか言うとるわけであります。で、その、助言に従って、アメリカはなんと、為替レートの変換の仕方にもありますけど、400兆の政府の支出の拡大を行っているのであります。それがあって、ようやく今のアメリカの景気の底支えがなっている一方で、日本は、それをやらないといけないところで、コンクリートから一人で削ってるんですから、そんなもん景気が良うなるはずないのになと学者として思います。で、3番目でありますが、デフレの今、公共投資はデフレ脱却の切り札であるということは、後でまたご紹介したいと思います。この5つ目。これもぜひ、国会の先生方、日本国民皆さん含めて、ぜひこの5つ目の5人も解いてください、今日から。この瞬間から皆さん、この勘違いをやめてください。規制緩和で経済成長。規制緩和で経済成長することはありますけれども、しないこともある。あるいは、経済が停滞するということもあるということをお話をしたいと思います。最も深刻な誤った5人であって、今は、デフレであります。デフレとは何かというと、供給過剰であります。需要と供給があって、供給が多いからデフレになっていると。これはもう常識であります。で、規制緩和というのは、供給を増やすことです。一番典型なのはタクシーです。タクシーの業界というのはですね、需給バランスをちゃんと保つためにですね、規制を緩和してなくて規制があったんですけれども、規制緩和がなくなってしまって、タクシーのデスクがごっつ増えてしまって、今もうドライバーさん一人当たりの給料、ものすごい減ってるんです。もうデフレが一番激しい沖縄なんていうのは、ドライバーさん一人当たりの給料、これはほんまですよ。90万円を切ってるんです。年間所得が。それぐらいまでにデフレーションが深刻化になって、で、しかも給料が、国民所得が下がっているのは、規制緩和をやったからなんです。
このデフレの状況下で、インフレの時には規制緩和ということをやって、インフレ不況を抑えるということが必要なんですが、その真逆のデフレの状況においては規制緩和は絶対やってはいけなかった。にもかかわらず過去15年間、やり倒したわけであります。それが日本のデフレーションの重要な原因であるということを、全員の国会議員の皆様方に、ぜひ理解していただきたいと思います。もう少しデフレについてご紹介したいと思います。デフレというのは今ご紹介しましたように、需要と供給のインバランスであってご覧のように供給の方が多いと。供給の方が多いということは、要するに牛丼屋さんで、昔は吉野屋しかなかったところ、松屋とか何とかがこう増えてきて、要するにお店が増えたら値段が下がりまんねんという話であります。で、そうなると、値段が下がると、各企業の収益が下がります。各企業の収益が下がると、各企業が投資しようという意欲も下がりますし、で、さらに、所得も減るわけであります。従ってお金がなくなっていくので、みんなお金使わなくなります。みんなお金使わなくなるので、結局需要がさらに減ります。そして需要がさらに減って、それを通じてデフレギャップがさらに広がります。で、ここまで来るとですね、いやもうこんな商売やっててもなんか、もう先行き不安やからやらこっちゃなってことみんな思うようです。そうなるとどんどん投資をしなくなります。先行き不安でどんどん投資をしなくなって、ね、そのうち何が起こるかというと、こんだけデフレギャップがあるともう余ってる店がいっぱいあるということですから、店が潰れていくんです。企業が潰れていくんです。で、企業がこうやって潰れていくと、要するに供給量が減っていくわけで、企業が潰れると失業者が出ます。失業者が出ます。彼らはあんまりお金を使うことができません。投資もできません。したがってさらに需要が減ります。で、こうやってものすごいえげつないスパイラルがどんどん回って、日本の GDP がどんどん下がっていくわけであります。ちょっと失礼します。はい、頑張って今からまた話しますけれども、このデフレギャップをですね、要するにデフレギャップが存在しているがゆえにデフレになっているということは、これも教科書通りのお話であります。で、これを防ぐにはもう一つしか方法がありません。これ以外何の方法もありません。デフレギャップを埋めるんです。需要と供給のバランスを保つんです。これをするとですね、皆さんの国民の所得が守られ、各企業の収益が守られるんです。給料も下がらへんし、ちゃんと収益もちゃんとあったらですね、経済というのは成長していくんです。で、したがって次の年に吐かさないといけない下駄の高さは低くなります。で、これをちゃんと下駄を吐かして所得を守っておくと、どんどん経済が3年ないしは5年ぐらいでですね、ちゃんと回復すると。これがデフレ脱却の唯一の方法であります。ということで、逆に言うと、そうやるとデフレが脱却できるんですが、とある三つのことをやると、デフレが悪化するということが理論的に演繹されます。一つ目、規制緩和。これ先ほど申し上げた通り、需要と供給でデフレギャップ埋めなあかんのに、供給が増えてさらにデフレギャップ広がるわけです。二つ目、せっかく下駄吐かすために公共投資やってるのが、これが、公共投資を削減したら下駄がなくなってデフレギャップが広がるんです。これが二つ目。三つ目。そもそもの需要というものがあるんですが、消費税かけるとこれさらに縮むんです。したがってこの三つを同時にやれば、デフレギャップはさらに広まって、どんな立派な国民経済、どんな立派な国民がいたとしてもですね、その国は完全なデフレに陥ります。で、これらすべてを、90年代後半からこの国はやり倒しよったわけであります。やり倒したので、もうデフレが悪化しないわけがないのであって、しかも現政権下においても、これをさらに続けようとしているわけであって、もうこれ、殺す気かっていう話であります。何してくれてんねんっていうのが、私の主張でございます。で、これ一点だけでございますけれども、例えばもうご覧のように、すべての国がもうみんなインフレで普通の国が公共投資をですね、2倍とか3倍に膨らませている中で日本だけは半分にしてるんであります。デフレの国でこんだけ減らして、そらデフレになるわさという話でございます。で、この大間抜けな経済政策のこの三連ジャンが何をこの我が国にもたらしたかというと、2000兆円から4000兆円規模の大損害であります。どういうことか。これが名目 GDP の推移なんですけども、ご覧のように日本以外は全部経済成長してます。中国だけでなくヨーロッパもアメリカも全部経済成長してるんですが、97年の構造改革、いろんな規制改革等々をやった時からですね、日本は増税等々してのデフレになりました。で、ご覧のように日本だけ経済成長できなくなって、で、この間もう公共事業は削るわ、構造改革はやるわ、コンクリから人や言うわ、もうめちゃめちゃやってるわけであります。こんなめちゃめちゃことやったら、そんなも経済成長するはずあるかいなっていう話であります。で、そんなアホらしいこと、真とアホなことせんとですね、ちゃんと普通の大人の国家としての経済政策を行ってたら、これぐらい言ってたはずなんです。これはどういうことかというと、経済成長の世界平均、日本を除く世界平均で推移したら、なんと日本は1200兆円ぐらいの GDP になってるんです。で、当然ながら多くの論者はですね、いやいや、日本は成熟社会だからそこまでいかないという人もいるでしょうから、まあまあ、渋々ですね、3分の1しか成長率がなかった場合というのを計算しましたけど、700兆か800兆ぐらいの GDP にもなるんですよ。とすると、普通にやっとけばもう400何十兆という話じゃなくて、もう普通で、もうどんだけぼちぼちやってても700兆か800兆ぐらいの GDP があったはずなんです。で、問題は、
この斜線部分であります。この斜線部分は一体何かというと、ヘンテコリンな経済政策やってしもたことによって、我が日本国民がどんだけ損したかという話であります。これ全部計算すると2008年だけで2000兆円損してると。で、これもう平均シナリオの場合は4000兆円損してると。これ2011年ですから、これも5000兆円いってるぐらいの話であります。で、こんなことをやってるとですね、5000兆円あれば借金は返すことができるわ。リニアなんて2、3本作ることができるかもしれませんし、場合によっては社会保障だってものすごい病院とか作ることができるかもしれませんし、で、しかもその1200兆円の国やったら、そんなアジアとかアメリカとかソ連とかに、いや、あの国ちょっとやばいなと思われるでしょ。475兆円、あ、ちょっとしょぼなりよったなと思われることがあって、要するに国際的な地位が凋落してるわけであります。それを一言で言いますと、つまりデフレは日本経済力の凋落とか、失業国民所得の減少の直接で原因のみであるのみならず、財政やから、これまた後ほど申し上げます、円高の原因にもなってるし、外交力の低下にもなってるし、必要な公共政策の未実施、防災、国防、教育、社会保障等々の必要な公共政策の未実施につながってるわけであります。しかも、こんだけデフレやったら子供作らなくなります、国民で。人口減少、もともと人口減少傾向があったのがさらにドライブさせられてあって、で、しかも社会保障費も増加してるわけであります。その失業者が増えておりますから。で、ということで、今、国会の先生方が、いろいろとご議論されてる全てと言ってもいいぐらいのほとんどの問題の背後にデフレというものがあるんです。だから、デフレの脱却こそが、日本を救うための最大の政治課題であるということを先生方にご理解いただきたいと思います。で、今までの話をちょっとまとめますとですね、公共事業無駄やとか、規制緩和で経済成長せえとか、そんなことばっかり言うとるわけで、しかもそれを大手新聞社の 88% が毎日毎日それを言ってるわけであります。そうしたら国民が、そうなんかなと思うようになるわけであります。したがって、今の日本のデフレというものは、国民総勘違いデフレ不況なんですね。全員が国民が勘違いして、なんかもうやったらあかんこと、火事にもう油は巻くわ、もう傷に塩塗るわ、そんなことやってですね、もう勘違いしてそれがあったらええとか思ってこのようになってしまうわけで、もうぜひこの勘違いを是正いただきたいというのが私の強い願いでございます。ただし、最後の前のスライドでございますが、私が今申し上げるのは構造改革がダメだと公共事業が必要だと言ってますけども、私が申し上げているのは構造改革が常に罰で公共事業が常に丸だということではありません。絶対そういうことはありません。それは構造改革が常に丸やとか公共事業が常に罰やとか今の日本がやっていることとほとんどというか全く同じほどに愚かしいことであります。重要なのはどのタイミングで何をやるかということであります。で、重要なポイントはインフレ期とデフレ期でやるべき対策というのを分けるべきだということです。インフレというのはそもそも需要が多くて、経済があっちあっち熱みたいな感じになっている時でありますので、そういう時熱ってなっているので、冷ましたらいいんです。逆にデフレの時というのは需要が少なくても、なんかもうぬる、なんかもう冷たくなっているので、温めるような、経済を温める対策が必要なんです。だから、インフレの時には冷ます必要ですから、緊縮財政が必要なんです。一方でデフレの時には積極財政が必要なんです。もうちょっと細かく言うと、インフレの時は政府支出を削ったり、公務員を削ったりするのがいいんですけど、デフレの時は政府支出を拡大したり公共の公的な雇用を拡大する必要があります。で、さらにインフレの時は増税が必要ですけど、デフレの時はもう投資減税なんか必要になるんです。で、さらにインフレの時は規制緩和というものが必要になりますけど、デフレの時はそれは絶対やっちゃダメで、実は逆に雇用の保護なんかが必要なんです。さらに貿易でいうと、インフレの時には自由貿易をさらに推進してですね、これで舶来物とかいっぱい輸入することが必要になってくるんですけど、デフレの時にそうやってしまったらデフレがさらに悪化してしまうので、保護貿易こそが求められているんです。したがってインフレの時に必要なこととデフレの時に必要なことときれいに分けていただきたいと、これはもう日本中の全員の経済学者に私は理解いただきたいと思います。で、これ一つの例でありますけども、私がいつも懸案しているところの宍戸俊太郎先生という元経済企画長の先生が、元経済企画長にあったちゃんとしたモデルを使って計算したところ、私が申し上げているようなことを250兆円規模でやると10年後に874兆円程度のGDP になるんじゃないかということも計算されています。そのあたりのことは昨日発売になりました。旧国のレジリエンスの本の中で紹介してございますので、またそれをご覧いただければと思いますけれども、詳しくは。いずれにしても、きちんとした経済対策を打てば、我が国はいくらでも経済成長できるということをご理解いただきたいと思います。で、最後に外需の獲得でありますけれども、要するに内需を拡大するとですね、要するに僕ら物を買うようになります。要素は物を買うということは、ドルのものを買うということは、円を売ってドルを買うようになります。で、円売りドル買いが要素は進むので、円安になります。で、円安になると、なんと内需を拡大すると、輸出産業も拡大することになるんです。ええことばっかりということであります。ですから、内需を拡大することこそが、輸出産業のためにも必要だということも、おまけで一つ申し上げておきたいと思います。最後でございます。学会マスコミ世論のすべてを巻き込んだ日本全体の思い違いによってデフレ不況になっている状況から抜け出すためには、レジームの
大きなチェンジ、レジームチェンジ、大きな大転換が必要であると。A から B への転換、貿易とか改革成長論とかから、財出とか金融緩和成長論に対しての大きな、それに向けての大きな大転換が必要であるということを申し上げたいと思います。デフレ脱却、本格的な国土強靭化、世界恐慌対策、それらが全て求められている、この2012年にですね、ぜひとも、この大きなレジームチェンジを先生方のお力で何とかしていただいて日本国民を救っていただきたいと思います。以上でございます。